証言者クイズ。火事があった夜は何をしてた？近所をランニングしてました。日課なので。いつも燃えたあの家の前を通るの？それは火事が気になったので見に行きました。あの夜は近くの公園でお酒を飲んでました。お酒の種類と度数は？ビール3缶くらいで酔うほどの量じゃないですよ。せっかくの静かな夜だったので部屋で映画を見ていました。火事には気づかなかった？ええ、ニュースで知って驚きました。お疲れ様です、まどかさん。なんか分かったか？うん、嘘つきがいた。きっと犯人だ。ほんまか？誰が嘘つきなんや？嘘つきは誰？答えが分かった人はコメント欄に書いてみて。